今日から君の名前は関だ。江口としての人生は今ここで終わったんだよ。おいお前2球しか投げてねえくせに真ん中に立つな。稲沢最強高校黄金世代オワコンを超えた先。中田ってそんなないね。じゃあ行こう、入学式まで。みんなお疲れ。入学式までインターバルそうだ。稲沢最強高校に改名してもいいって言われた。うち最強なんで。校長先生に聞いたら稲沢最強高校に変えてもいいらしい。稲強校だよ、これ。稲強だよ、表記は。いや、これ最強だね。最強。これ負けたら名前、これ返却する。最強の名を襲名する。いや、稲沢でいいや。やっぱ稲沢って呼んでほしい、俺は。単純に。呼ばれたい、稲沢って。ただ、ユニフォームの表記は、これも変わります。稲強に変わります、今年から。ちょっと強そうでしょ？これ。これなんだっけ？あ、これ、かっけえ！赤、さ、さし、さい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 。い、ちょ、いだわ。い、い、い、いなじゃ、いじゃなくて、あれなんで入ったんだっけ？ちょ、いだ。い、あ、い、いな、いな、いな。いな。予算の都合で、残念ながら稲沢表記になりました。まあ、でもうちの接種用紙稲沢最強高校なんで、予算の都合で、ちょっと、ユニフォームの、あれは変わりませんでした。やば！いや、今年はかなりやばいっすね、1年の質。高いっすね。なんか自分欲しいわ。強いやつ自分にしたいわ。なんかお前関ってことにしないか、名前。今日から関にならないか、お前。ちょっと俺はもうこれもだって心、この角度俺でしょ。やっぱ髪型ってのは大事だな。この色の抜けた汚い金髪色の抜けた汚い金髪。高校球児で髪染めてのはちょっと良くないけどね。こんぐらいか、色の抜けた汚い金髪。俺じゃん。お前関として生きないか、その能力値の高さ。やっぱ俺が欲しいわ。立派な名前だね。江口正則くん、立派な名前だね。今日から君の名前は関だ。あれだよ、よくある。江口としての人生は今ここで終わったんだよ。俺が乗っ取った。あれ、異世界転生ものでよくあるやつだよ。小さい子供に乗り移ってその子供の意思がどっか行くやつ。よし、あ、俺だ。お前は次期キャプテンとして手塩にかけて育ててやるからな。関入部黄金世代やな。一球に悔しさをにじませる、そんな夏のドラマが幕を開けます。地区大会1回戦の模様をお届けいたします。ここで負ける打ち切りエンドもあるんだろうな。あ、相手のマネージャー可愛い、勝ったら奪おうぜ。あんだこの雑魚ども。おいおい、ミルクかける前のコンフロスティーかよ。かかってこい、おら。 CPU 操作でホームラン1本。貴様らのような雑魚どもに。もうこれね、杉山、うちの甲子園優勝チームとしての意向を示せ。杉山ミッシュやれ、一発かましやれ。これ予選何試合目今。残る2つの椅子をめぐってベスト4の激突です。地区大会準決勝の模様をお届けいたします。これで準決勝。三塁側、天、夏の甲子園。ここで勝てば決勝戦、甲子園大会が見えてまいります。先発メンバーはご覧の通り。ちょっと待って、なんでこんな予選勝ちせーの出来、おかしいだろう。夏おかしいでしょ、難易度。これで準決。え、これで 勝ってもまだ無理なの。ん、後藤か。後藤で一回、後藤挟もうで、後藤でワンアウト取って最後関で GG。 もし関が打てなかったら加藤に代わってもらおう。加藤に尻拭いてもらおう。これいけるだろ、3番だけど。第9いけるやろ、後藤なら。投げた、あっと引っかかりました。はい、初手即死と。取りました。はい、サンキュー後藤、あと任せろ。あと俺に任しとけ後藤。はい、即死と。雑魚でしたね、後藤君の前では。雑魚でしたね。あとは関に任せろ。投げました、低めボール球を打った。あぶれ、やべえ。やべえ、意地見せろ。
敵。ストレートはボール、まずは外角。意地見せろお前。シュートはボール、ボール引導へ。こいつやば、マジやば。から4球目打ちました。ジャンプ、あーやばい。中継、三塁送球、青山ナイスバッティングです。うーん、ピンチを広げています。調子乗ってんなこいつマジで。おい調子乗んなよ本当に、マジ調子乗んなよ。代打前出してきやって可能性感じてんのかお前ら。調子乗んなよマジで、調子乗んなよマジで。ここやるぞ加藤が。第9投げました、打ちました。そう、ボケがお前らが打てるわけねえだろ加藤。調子乗んなよマジで、あぶねえ。やっぱ順当にザコは打たれる。投げました。あーっとキャッチャー取れない。はいよ。あら。アンダース。あ、なに。アンダースなんている？現実にもいるの？なかなかおらんやろ。親の影響とかじゃないとやんなそう。アンダースローなんて。あのどうしても好きな選手がアンダースローだったとかね、もう本能的にこういう風に投げるようにできてんじゃん人間。どうしようもない、子供の時に見たアンダースローの選手があまりにもかっこよすぎてそれで始めたとかね、そういうのありそう。あ、そうなん、体壊して肩壊してアンダースローにしたっていう人がいるんだ。え、すげえ。あれやな、俺が手首壊して手首でエイムできなくなって肘エイムにするようなもんか。怪我は怖いな、マジで怖いな、マジで怖いな。体一つだってやってんのに。俺も言うて FPS 好きだから考えてゾッとするときあるもん。あと一番怖いのは母親が突発性難聴だから、俺も耳聞こえなくなったらゲームパフォーマンス影響出るなとかそういうのすげえ思うわ。聴覚とか視覚はさ、やっぱゲーム FPS に限らずに全てに影響するじゃん。ちょっと怖いわ。投げた、流し打ち、いいよ関君。はい、これでインのステージ最下ってやりました。またまた甲子園に出ながらもしっかり。おいお前2球しか投げてねえくせに真ん中に立つな、なんなんだこいつ。みんなよく笑顔で囲めるな、こんな2球しか投げてないやつに。おい、なん2球しか投げてないやつに歌わしてんだよ。ああ今のテーマと稲沢最強高校っていうのは明らかに合ってないけどな、リズム。稲沢高校なら分かるけど合ってないけどな。タラララララララのところにどう考えても稲沢最強高校っていう文字は入らない。第3球は内角ボール球、よーし、センターバックホーム、ホームイン、早い。稲沢1点入りました。3対1、バッターは3年生竹内、今日はサードライナーとライトフライ。これいきます。第9ツーアウトでもいい。打ちました、三遊間の当たり、グラブ弾いた、これです。森今第3球を投げました、3球目空振り、バッター追い込まれました。いや倉本が三振は絶対ない。第4球は打った、セカンドゴロ正面、あっと弾いた、おお、記録はセカンドのエラー、セカンドのエラーです。ああ、5対1、壊れちゃった。続いています、野球壊れる。バッター第3球を投げた、外のボール球、ピッチャー返し、森取った、ショートから一塁送球、バット取れない。ちょっと記録はヒットになりました。やばすぎだろ、なおもチャンスやがってきます。そんなわけがないだろ、守るとかじゃなくて、もうなんかもうそういう、投げた、なんかもう悪いことしたんじゃないの。ドリンクになんか仕込んだとかじゃないの、これ聞いてきてんじゃない今。まともに立ってられない状態で野球やってるでしょ。第3球、第4球を投げた、低めのボール引っ掛けた、バット外れない。甲子園そんなわけないだろう、甲子園まで来るようなやつらが。何が起きてんのこれ、竹内、今日はわけわからない。セカンドゴロ、第9初球を打ちました。これ抜けるのか、野球やめるってさ、五十嵐野球やめるってさ、センターでゴロまた下抜けていくのは一番のやばいやつでしょう。第3球を投げました、打ちました、ファー
次は4球目。インコース高め。これからマジ三振せんわ。ここまで奪三振一桁よ。第5球中島走った、三振。キャッチャー二塁へ送球、キャッチはアウト。盗塁を阻止しました。白球がミットに吸い込まれ、長い戦いが終わりました。マジか。稲沢見事春夏、マジか。勝っちゃったよ春夏、強すぎる。加藤が連覇しちゃいましたよ。まあ、キャッチャー A もあるけど、この黄金バッテリーですよ。春夏連覇、トロフィー獲得。うおうお、加藤やば、バケモン。席 見てるだけでひっそり球速をアップ。こいつもまた今爪を研いでるぞ。この男も今爪を研いでるからな。オンライン大会これ出しましょう。稲沢最強高校黄金世代、オワコンを超えた先、オワコンのその先へ。